こんばんは。こんばんはちょー。こんばんはちょー。この景色にも慣れましたか、皆さん。こんばんまっちょー、こじまっちょみなさんお疲れ様です。今日も頑張りました。今日も頑張った。お稽古頑張りました。今日通し稽古だったんですよね。セリフが飛ぶことなく行けました。ぶつかり稽古普通の稽古です。ね、今日天気良かった。お稽古は順調ですね。疲れてる。でもご飯を食べてないからかな。そうですね、ちょっと撮影があるのでって何回か言ってるんですけど、撮影があるんですよ。だから、ね、そんなになんかこう食べる気分にならな、なれなくて、ちょっと頑張ってますね今は特に。まあね、もう明日で東京1週間かな。あと舞台も1週間前ですね。4月5日にまでにチケット販売されるので、されてるので、ぜひ気になったら来てください。なんか私正直舞台を見に行ったことがないから、舞台ってどんなんなんやろって、なんかこう見に行くまでのなんだろう、なんかわかるかな、見に行くまで未知の世界だからなんやろ、手を出さなかったって言ったらあれだけど、なんか見に行ったことなかったんですね、とにかく。だから あるんだ、そう、こういうのもあるんだっていうぐらいしか見たことなくて、思ったことなくてとしか思ったことなくてだからなんやろ、チケット買うのちょっとあれかなって思っても仕方ないかもしれないけど、でも舞台すごく面白いですね。私自身見たことないから、買ったことがなかったから、舞台のチケットを。だからみんなももし、そのなんだろう、コンサートは行ったことあるけど、舞台ないなーって方はこれを機会にぜひ来てくれたらなって思います。なんかね、平日は全然まだ入れるらしくて、
か土日の方がやっぱ人気があるんかな。土日？祝日じゃない、お休みが多い日は。うん、こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。私もないんだよね、吉本新喜劇さえすらないんだよね。なんか踏み入れたことがない世界みたいな感じだった。でもね、なんか舞台はねそんな怖くないですよ。怖いものじゃないから、なんかまあ公演とはまたちょっと違うけど、音楽とかじゃないので違うけど、でも怖くないよ。なんかこれを機会に来てくれたらいいなって思います。こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。 STU48愛こじこと小島愛子です。みんなからは愛子、愛こじ、愛子ちゃん、こじこじ、こじ、いろんな呼ばれ方してます。みんなはどれがいいですか？最初はねビビってた。舞台ってどうなんだろうみたいな。なんか映画を見に行ったことあるけどさ、舞台とかは私見に行ったことなくて、ミュージカルとかもそんななかったから、なんかあのサーカスとか見に行ったことあるけど、小さい時に、ね、舞台かぶったの予定と。なんだと。こんばんは、こんばんは。そうだね、また初日と千秋楽でも全然違うだろうね。感激劇を見る、今まで私もなかったから、出る側になってそんなこう手を出しにくいものじゃないんだって思って、だから私ももっといろんな舞台に触れていこうって思った。見たいなって思った。こんばんは。たた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 。そうだね、劇団四季と行ったことないね。何回か見ると違う発見があって楽しい。あ、それもね、あるよね。こんばんは。ちょっと全然話変わるけど、お話し会の新日程の受付が今始まってます。ギフト全然読んでもなかったね。マリトッツさん、シンチロさん、サッタンさん、インターセプターさん、マナブンさん、クニヒコさん、ソリオさん、ズーミーさん、ヒロ712さん、デュエールさん、クジマサさん、ギフトありがとうございますね。あ、ありがとうございます。感謝枠がありがとう、本当にそのまま開いてて、私がさ、あのすごいしつこくさピーピーって呪文かけたからさ、みんな呪文にかかったままでいてくれてありがとう。ペーペーの呪文、ピー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 ピ
払え払え払え。だからね、そう、次はそうですね、全開放できたので、あの受付しておりますので、ぜひ来てください。ね、このまま行けるといいな。あと皆さん、例のイベントありがとうございました。ちょっと改めてその感謝枠のこととか、例のイベントのこととか、お礼ができたらと思ってます。ツイッターとかで、まあでもいいかいいかっていうのもあれだけど、なんかタイミングちょっと失った感あるんだよね。こんばんは。なやつ、なんか目の下めっちゃメイク落ちてる。例のやつ。例のイベント、例のイベントって言ったら本当に例えばの例みたいな。でで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 で、あ、そうですね、雑誌例のモデルのイベントは結果が出た時にお礼します。お礼させてください。話し会のやつことについてはまた良きタイミングでツイートします。ツイートをします。ツイートします。トト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 トこんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。貢献できず申し訳ありません。全然全然大丈夫。なんかこの雑誌のこのイベント応援してねってすごい私しつこかったと思うけど、それでもなんか時間の都合とか、いやちょっとこのイベントはちょっとあのベンチに入りますっていうのもあの全然それでよかった。ただ私のことを嫌いにならなくてよかった。なんかそのなんだろう、ここはなんだろう、なんかここは出番だっていう、なんかちょっと例え方はおかしいかもしれないけど、なんかここは頑張りたい、 愛子ちゃんと一緒に頑張りたいって思ってくれたら、なんかそれはそれですごく嬉しいし、なんかこういろんな事情で出れないってなったらベンチに控えてもらっても大丈夫。うん、でも私もそんなこう軽い気持ちでオーディションイベントに参加してるわけじゃないから、なんかそこはしっかり分かって応援してくれたら嬉しいなって思う。そのお話し会で私に会いに来てくれるのもなんでも全然大丈夫だし、配信でこう私に対してこう貢献してくださるっていうのでも全然大丈夫だし、なんかまあ人それぞれ応援の仕方があるから、もう全部が全部私になんかこう費やしてほしいじゃないけど、なんかそういう風には思ってなくて、でもあのどのどういうどんな時も私は別にその軽い気持ちでやってるわけじゃないから、だからあの一緒についてきてくれたら嬉しいなっていうのは思ってます。いろんな応援の仕方はあるけど、うん、SNS を SNS の発信をじゃあ頑張ろうとか、なんかそんなんでも全然いいし、なんだろう、
まあそのまあそこら辺の度合いは皆さんにお任せするんですけど、まあ、ただ一つ言うのは、まあ、何回もいいけど私は年齢も STU の中ではもうお姉さんの方だし、入ったのも遅かったし、だからこういろいろ考えて私も活動してて、そんなこう軽い気持ちでただ遊んでるだけじゃなくって、いろいろこれからどうしていこういけば私はこれからも選抜に選ばれるだろうとかいろいろ考えながら活動してて、本当に軽い気持ちではやってないので頑張ってるので、そこは分かってもらって応援してもらえたら嬉しいなって思います。なんかこう学生のメンバーも勉強とアイドルの活動の両立がきっと難しいと思うし、その人その人によって頑張ることとか置かれてる立場とか考えないといけないことっていうのはあると思うんだけど、私の場合はやっぱり遅く入った方だからさ、だから1年1年がやっぱ学生のメンバーとかよりはやっぱこうしっかり爪痕を残していかないとって思いながらやってて、だから応援してくださってる方もすごいなんかこうなんて言ったらいいんだろう、この1年が勝負だよじゃないけど結構熱を込めて応援してくださってる方も多くて、だからこれからもしっかり考えながら頑張っていくのでついてきてくださると嬉しいです まずだからまずはこの舞台、初舞台がどういう結果になるか分かんないけど、でも一生懸命させてもらってるので、そういう一つ一つの頑張ってるお仕事に関して応援してくださると嬉しいです。なんか今日髪の毛がぺちゃんこになってる、やだなぁやだなぁこんばんはこんばんは、あ首が出ちゃうあ首が出ちゃった、あくびが出ちゃった。ガジマッチョ。汗かいたんかな。ちょっとうなじが好きな男性好き多いですか。ちょっとうなじ見ないでちょっとうなじ見ないで、やだどこ見てんだよって言われたんだけど うなぎ？私の体のどこがうなぎなんだ
最近はね、もっぱらね、頭がね、痛くならないようにね、こうやってマッサージしてるんですよ。マッサージしてるんですわあ、ここの耳のね、ここのツボを押すとね、すっごいよくって、ツボですね、いいよね。あー、いいですね、来てますね。おおおお、来てます、来てます。だからね、目が悪いからね、あれなんですよ、目が疲れるんですね、度がきつくて、コンタクト。でもここら辺のこめかみとか押すとね、おお、来てます来てますってなるんですよ。おお、来てます来てますゆっくりお風呂入ろう。ブルーベリーいいって言うよね。ブルーベリーいい、どうなのかね。ウミガメさん、可愛い、ありがとうございます。今日ゆっくりお風呂入ろうと。さあ、この後ろがね、すぐ痛くなるんですよ、眼精疲労で。もうね、ここがね、ガン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 するんですよ、夜とか。うわあなのかな。私ね、右の肩がね、痛いんですね。うわ。いや。自分でやりながら。姿勢悪い方です。友達できたよ。なんかね、私転校生だったから、あ、バキってた転校生だったから、なんかね、最初のね、印象を良くするのはね、すごい得意なんですよ。はじめましてみたいな愛子って呼んでねみたいなすごい得意なんですよ。でもそこからの、そこからね、だんだん本性が出てきて、こういう変な部分が顔を出すから、そう、つかみは OK なんですよ。でもね、猫かぶるからね、結局ね、こういう変なところが顔を出して、え、みたいなそんな子だったって思われる。だからなんかね、黙ってたらいいよって言われる。黙ってたらなんか大人しそうで、真面目そうで、しっかりしてそうって言われるんだよね。けどなんか喋ったら
なんか結構うっかりよねとかえ、なんか変なこと言うよねって言われるだよね。でもそんなことはない、そんなことないですね。結構しっかりしてると思うし朝得意だと思うし、朝得意だし、メンタルはいつも安定してると思う。ここマッサージするといいっていうね。そんなことあるよ。そんなことあるよ。朝苦手ですね。低血圧なんだよね私。足もうすぐ30分だね。みんなもこういう風に体をマッサージしたり、いたわりながら明日の木曜日も頑張ってください。私も頑張ります。なんか猫背だから肩凝りやすいんだよね。こうやって巻き肩になるから、だからこうやってしっかり胸を張って行こう。胸を張って生きていこう。姿勢よく。肩こりってどうなんて思うよね。たださ、携帯が今さ、どこでも携帯見ちゃうじゃないですか。こうやって。でもそれが問題なんですよね。多分私が今令和を生きてなかったら、この年で肩こりにはなってなかったはず。大正時代とかに生きてたらなってなかったと思う。もう令和ですから、令和を生きてますから私たちは。じゃあ30分になるので終わりたいと思います。うい、みんなもしっかり休んでください。私も今日はお風呂にしっかり浸かりたいと思います。このままダイエットのモチベーションが続いたらいいな。じゃあみんな明日も会おうね。お疲れでした。13位癒しの羊さん、12位アヒルさん、ノブさん、あ、11位ノブさん、10位フーさん、マシュマロさん、ありがとう。9位ムさん、8位カジさん、7位ソリオさん、6位ユウさん、5位ズーミンさん、4位ウォニさん、3位青鷹さん、2位カタカナのタカさん、そして1位はくじまささんでした。おめでとうございます。じゃ今日の1位のくじまささんの称号は
チュンチュン鳥の世界で生きてたら、とっても鳴き声が綺麗な鳥だったでしょうな人です。おめでとうございます。トゥー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 トゥチュンチュン、え、明日公開ミュージックビデオ、本当に？みんな覚悟して見ておいてくださいね。私のシーンが超さりげないですさりげないし、結構寒くて面白い顔してます。覚悟も何もないけど覚悟も何もないけど、はい、寒い顔してると思う。寒さを我慢してる顔だと思う。じゃあ皆さん、おやすみなさい。村方ののかちゃんの口の真似。マジ書いてんの？お題。お団子。迷子の子猫ちゃん。あなたのお家はどこですか？わからない。じゃあバイバイ。